皆さんこんにちは。今日は、iPad を使って、プレゼンテーションする時の方法についてお話をしたいと思います。私はですね、実際に授業とか講演会などで、このプレゼンテーションする時に、最近はですね、このパソコンをつないで、表示するっていうことがもうほとんどなくなりました。で、実際にはですね、こういった iPad あるいは、こういうですね、iPhone を使うんですけども、実際にパソコンといってもですね、軽いものでもやっぱり1キロぐらいあります。で、そういったもので、もちろん以前は表示していたんですが、最近はですね、こういう iPhone にプレゼン資料を入れて、そしてこういうですね、コネクタを接続して、これをですね、プロジェクターなどにつなげるという、もうたったこれだけで、実際にできるんですね。ですから、重たいですね、パソコン、ノートパソコンをカバンに入れて、そして、プレゼンするという必要がなくなりました。細かい作業をするときにはですね、今ももちろん、ノートパソコンは必要なんですけども、ただ、プレゼンするだけであればですね、こういう iPhone、あるいはこう iPad で、十分な時代になってきました。そこで今日は、この iPad を使って、プレゼンをするんですけども、この iPad 上にですね、で使えるプレゼンソフトの一つに、Apple のですね、キーノートがあります。で、このキーノートを使うときにですね、Apple のユーザーであれば、Apple のパソコンで、キーノートでですね、資料を作成して、そして、この iPad にですね、送れば、もうそれで問題なく表示できるんですけども、今日お話ししたいのはですね、やはりこのプレゼンといったときに、その定番ソフトとすでになっているですね、PowerPoint を基準に考えてみたいと思います。これは Windows ユーザーであれ、Mac ユーザーであれ、PowerPoint でですね、プレゼンテーションをすでにされている方は非常に多いと思います。圧倒的多数が、そうだと思うんですね。で、この PowerPoint で、作ったものを、どのようにしてですね、この iPad でのプレゼンにですね、つなげていくかということが、今日の、課題です。で、一つはですね、二つ大きく方法があると思います。まずは Windows や Mac のパソコンで PowerPoint でですね、必要な資料を作成してそれをですね、この iPad のキーノートに読み込むっていうことなんですね。で、これが意外とうまくいきますので、そのことをですね、後ほど具体的に示してみたいと思います。それからですね、2つ目の方法というのは、これはまだちょっとベータ版ではあるんですけれども、最近ですね、 Apple がiCloud 上で、このキーノートなどのですね、iWork が動くようなこのウェブアプリをですね、出しています。サービスとして出しています。で、私もですね、実際使ってみたんですけれども、このウェブアプリですから、Apple ID さえあればですね、Windows ユーザーであっても、インターネットエクスプローラーで、キーノートのですね、プレゼンを作ることができます。ですから、慣れてしまえばですね、Windows でもキーノートで資料を作成し、iPad にですね、送るという、こういう方法もですね、二つ目としては、あります。しかし、今日はですね、まず PowerPoint で作られた資料を、iPad に読み込むためにですね、どのようにしたらいいのか、そして実際にですね、どのように読み込まれるのかということを中心にお話をしてみたいと思います。はい、まずPowerPoint を、取り込む際にですね、ドロップボックスや、Google ドライブ、スカイドライブのようなですね、クラウドから取り込むのが一番便利だと思います。ここではドロップボックスからですね、いろんなパワーポイントを置いてますので、そこから一つ取り出してみたいんですけども、わざとですね、ちょっと古めの、資料をですね、若干複雑にですね、作られているものを取り込んでみたいと思います。2006年にしました、講演会ですね、ダヴィンチコードを読み解くっていうものがあるんですけども、1.3 メガバイト、あります。でこれをですね、ここに取り込みまして、そして、キーノートでですね、開いてみます。すると、このようにですね、ススッとこう、読み込みをして、そして、変換した上でですね、こう、
表示しますので、これをですね、これもすでにキーノートに取り込まれた状態です。で、パワーポイント、もともとですね、パワーポイントですから、最近はですね、キーノートのパワーポイントの取り込みがですね、非常に精度が上がりました。ですから、ほとんど、調整をですね、しなくても済むんですけども、例えば一部気になるところ、フォントのですね、違いなどから、若干こう見た目がですね、変わる場合があります。その時には、例えばこれなどですね、少しこう、縮小、テキストをですね、縮小して場所をこうずらすといった作業とかですね、あるいはこのちょっとダーのところがですね、ちょっと見えにくいので、これをですね、フォントサイズをですね、少し縮小するというですね、まあ、こういったことも簡単にできます。それから特にですね、こうテキストレベルではほとんど問題ないんですけども、アニメーションなどがですね、やはりこう少し違う形にですね、全く同じ名前で対応してませんので、まあ、違うですね、動作にこう変換されることがまあ多いんですけれども、例えばこれですね、まあ、実際すぐ取り込まれた直後は、まあ、こういうですね、ちょっとあんまり期待していないような動きに変換されて、しまっていますが、これをですね、こうもう少し元に戻すこともできるんですね、簡単に。こういう選択して、アニメーションでですね、これをまあ反転ではなくって、ワイプ、そしてこれちょっと反対向きですから、ワイプのですね、反対方向、とこういうふうにですね、変えていくことができます。ここもですね、何しようかな、ディゾルブかな、はい、でやっていきますと、例えば先ほどのですね、このアニメーションも、もういくつかクリックするだけでですね、もう簡単に、まあ、自分が望むものにですね、変えることが、できるわけです。ですから、まあ、このようにですね、まあ、多少のこの、微調整をする必要は場合によってありますけども、凝ったですね、まあ、アニメーションなどを使わない限りは、かなり正確に、まあ、読み込むことがですね、できますので、パワーポイントで作ってですね、そしてそれを、iPad で表示して、これを、プレゼンに使うということができます。で、まあ、ある程度の画面が必要であれば、iPad がいいと思うんですけども、もう中身もですね、覚えてるし、全く問題がないという場合には、キーノートですね、キーノート、iPad ではなくって、この iPhone をですね、使うということも、できます。一旦、キーノートで作ってしまうと、iPad を、iPhone に移してもですね、もう全く同じもので再生できますので、慣れた方はですね、もう iPhone でやってしまうということも可能です。それから、もう一つですね、この iPad と iPhone との、まあ、連携プレイをですね、示しておきたいと思うんですが、この iPad で、作ったキーノートをですね、iPhone で、リモートで動かすことができます。これは Apple のキーノートリモートというですね、アプリがあるんですけども、これでですね、iPhone と iPad が Wi-Fi あるいはその Bluetooth で、接続していますと、これでですね、例えばこれスライドショーをまずこの再生、します。そして、これ何がいいかというとですね、単なるリモコンではなくって、このですね、キーノートの一つ一つのスライドに記されているこのノートをですね、ここに表示させることができます。ですから、この、リモコン的にこう使いながら、同時にですね、このメモとして、この iPhone を見ることができるわけですね。ですから、この何か原稿を持ったりするとですね、ちょっとかっこ悪いですけども、こういう iPhone を、片手に、リモコン的に使いながら、同時にですね、ここに書かれている、まあ、ノートをチラチラっとこう見ながらですね、発表するというですね、まあ、こういう使い方をすることも、できます。まあ、これも両方ですね、持ってる人にとっては、まあ、考えても良い使い方の一つではないかと思います。では、今日はですね、これで終わります。